どうもアクセス、先ほどねこう日本武道館大会のカード賛否両論っていうことでお話しさせていただきました。まあ、なんて言うんでしょうか、いろんな意見あると思うんですけど、まあ GSC がねやっぱりヘビー GSC ヘビーがメインであってほしかったなっていう方と、またバーサス新助中村がメインの方がいいなって思われる方もやっぱりいらっしゃると思います。両方ねいると思うんですけど、まあ、特にどっちかというとこの GSC ヘビーがなんでメインじゃないのみたいな意見がちょっとざわざわとしてたというかね、まあそのことについてちょっと先ほどの動画ではお話しさせていただきました。で、まあちょっとさっきの被るんですけど、まあ、GSC ヘビーがメインじゃないっていうのが選手への思いやりがないとか信頼関係を失っちゃうんじゃないかとか、まあいろんなことをこう言ってるように感じるんですけれども、詰まるところ一言で言ってしまうと、自分の思ってたカードがメインじゃねえっていう不満なのかなっていうふうに思います。まあそれはそれでねあっていいですけど、でまあ、そこにはまあ皆さんこういろんな、ね、理由をつけちゃうと思うんですけど、まあ、ちょっと今回はですね、まあ、いろんな理由があるのかもしれないですが、ちょっとそれとは別にこの日本武道館大会がどうしてこのカードになったかなということを経営的側面からお話ししてみたいかなというふうに思います。というわけで次のネタはこちらです。ドン。プロレスリングのダラダラ語るチャンネルプレビューでボリューム2は経営的側面から見た武道館興行ということでちょっとお話していきたいかなと思います。はい、ちょっとグダグダな感じですけども許してください。まあ何が言いたいかっていうとですね、まあさっきカード面でいろんな思いが皆さんあるよねっていうお話はしましたけど、まあちょっとこの今回がね日本武道館大会どうしてムタ VS 新助中村なのっていうのを経営的側面からちょっと考えてみようじゃないですかというちょっとファイナンシャルプランナー的なお話をさせていただきたいと思います。いやプロレスリングのは一時期に比べて圧倒的にその選手層が厚くなりました。まあこれはなんていうのかな、まあ専属契約というか、まあ社員なのかどうか分かんないですけど、いわゆるこう団体所属で戦ってる選手もいらっしゃれば、フリーランスっていうね立場でこう上がってらっしゃる選手もまだたくさんいらっしゃると。まあそうはいえですね、これだけ抱えて興行するとなると、いやらしい話こう人件費って一時期のノアのこの苦しい頃、特に状態がちっちゃかった頃に比べると間違いなく増えてるは増えてるだろうなと思うわけですよ。もうおそらくギャラもちょっと上がってるでしょうしね、ケモ選手もミライースからねハリアに変わってるくらいですし、まあそんなことをこう考えるとですね、やっぱり人件費増えたと思うんですよ。でコロナがありましたと、まあそういう中でもレッスルワンからね曽谷選手、吉岡選手、あるいは稲葉選手、まあ、こうした選手がですね、ノアマットにやってきてくれたと、まあ呼んだっていうことだと思うんですよ。で選手数が増えるとどうでしょう、皆さん見てて思うのは格段にやっぱりこうカード編成ストーリーライン面白くなってないですか。この人来たのみたいな、まあ、まさかノアマットにこう藤田和幸選手がねレギュラー参戦するようになると思ってなかったですし、まさか所属になるとも思わないですし、あの猪木さんのテーマ曲がノアで流れますかみたいな、それがメインストーリーに来ますかみたいな、いろんなことがこう起こってきて、まあ、そこにも、ノアファンの方では賛否両論あるかもしれないですけど、藤田和幸と、
塩崎豪が戦ったらどうなっちゃうの、 GSC 大丈夫なのみたいな、まあそんなことも当然思いますしね。まあ今ちょっと失速気味ですけど、曽谷選手がこうガッとこう来た GSC ナショナルひょっとしたらみたいな戦いをこう杉浦選手見せてくれたり、やっぱりこう選手層が広がる、まあ、コンテンツを充実させようと思ったら、まずはそういうなんていうのかな、コンテンツを構成する、まあ、プロレスはやっぱり人と人なので、これが全く同じだとやっぱりマンネリ化しちゃうわけですよ。この人とこの人が戦ったらどうなるのとか、で個々の選手の成長物語とか変わって生き様とか、まあ、そういった人生模様みたいなのをこうやっぱりプロレスって見れますよね。面白いですよね。でこうやって人増えるわけですよ、充実したコンテンツ作るためにやっぱり人いるよねと。もちろん人だけじゃないですよ、カード編成だとかストーリーラインとか、広告とかいろいろあるんですけど、その広告一つ取ったって今 YouTube でいろんな煽り V を作ったりするわけですよ。で今ここでこうやってねこう作ってるような YouTube と違って、かなり専門的に面白く作られたり、広告あるいはビジュアルなんかもねものすごくこう力入れて作ってらっしゃったりするわけです。でふとこう思った時に、じゃあ興行どうなってるんだろうとこう思うとですね、明らかに地方巡業減りましたよね。でこれは多分まあ本当にあのノアとプロモーターさんの関係というのが一時期の暗黒時代にやっぱり断絶されてしまった、信頼関係を損なってしまったというのがもう本当に取り返しのつかない致命傷だったと思いますし、まあそれ以上にやっぱり今地方に回ったとしてもその遠征の費用と、興行収入とのバランスをこう考えたときにあまりに効率が悪い。特にこう人が増えた今ですね、全員で移動なんてしようもんならばものすごく効率悪いはずなんですよ。多分収支合わないんじゃないですかね。宿泊だとかいくらトンボ帰りしたとしてもですね、移動するバスだって今まで2台で住んでたのが3台かもしれない、まあそんな状況だと思うんですよ。でまあ地方興行が減りましたと、まあそれはある意味コストカットっていう観点かもしれないですけど、じゃあ首都圏でやってますとこうなった時に新木場何人入るんですかね、カルッツ川崎何人入るんでしょう。多分200人台とか300人とかそんなんですよね、あの会場で。まあでもこの間の興行なんか見てるとカルツ川崎にしても新木場にしてもものすごく盛り上がっていい雰囲気は雰囲気だけど、まあちっちゃな小屋っていうのは間違いない。じゃあ東京でメインにやってるのはどこだと言ったら後楽園ホールだったりするわけですよね。で悲しいかな、あまり後楽園ホールがフルハウスになってる印象がここのところないわけですよね。まあここのところだけじゃないですよね、やっぱり後楽園ホールって2000人ぐらい入るのかな、まあそれなりの箱だと思うんですけども、そこですら常にフルハウスにできてるわけではない。2000人に対してまあ平均チケットがいくらなんですか、仮に5000円だとすると1万円の0が3つ、まあでもそれを収益上げたとしてですよ、例えば会場借りるのいくらだ、選手のファイトマネーいくらだってこう考えたらガラガラとは言わないですけど7割くらいの入りでやってしまうとちょっとしんどいんじゃないですかね今の人口だと。まあってことですよ、やっぱりこれは別に興行の人気がどうのこうのだけじゃなくて多分これは新日本も一緒なんですけど、興行を中心とするイベントって多分ちょっとプロレスという意味では限界に来てるんじゃないでしょうかね。よっぽどその選手のギャラ下げるか、だからまあインディーとは言わないですけどいろんな団体さん見てて結局プロレスだけでは食えなくってみたいなちょっと夢のない話になっちゃいますけど
ね、好きで頑張ってるっていうのはいいですけど、やっぱり怪我もしますし、そういったことをこう考えるとファイトマネーってやっぱりある程度払えないといけない、だからそういうもんだと思うんですよ。こんだけ僕たち見て楽しいのでね、見ててこんだけ楽しませてる選手たちがやっぱり怪我もしてできなくなるリスクっていうのも抱える中で、ある程度のこのファイトマネーっていうのがちゃんと支払われると。でそれでやろうと思った時に、後楽園がまあまあ常にフルハウスになるようだったらば多少はなんとかなるんでしょうけど、多分それだけじゃ難しいと。で新日本なんかこう V 字回復した裏にはですね、まあ、各地の地方興行、例えば棚橋さんだとか前乗りしてですね、ものすごくプロモート活動を一生懸命されたって聞いてます。真壁さんがスイーツ真壁になったりとかですね、でそこで武士ロードさん、それでも前の、経営体制がちょっとしんどくって、結局武士ロードさんに変わって、で武士ロードさんが資本を生かしても山手線ラッピングですとか、首都圏にバンバン広告を打って流行ってる感を出したと。まあ、それと、まあ、もともと新日本にはこう強力なプロモーターさんがいて、地方が割と根付いたと。流行ってる感の創出、そしてやっぱりこう週刊プロレスとかね、こう紙面裏表紙をガンガン使ったりとか、ともかく新日本すげえんだぞみたいなことをやった時に、地方のプロモーターさんのこの力とか、そして棚橋さんはじめ各レスラーのプロモーション活動とかがあって、そしてなおかつ皆さんがこうキャラにねなりきってというか、まあ、選手の個性が確立、まあ、そういうふうな多分指示も出てるんだと思うんですけど、まあ、そういう選手が集まってるかもしれないですけど、まあ、そういうふうなところでこうぐっとこう来たのかなと、その辺が掛け算になってきたのかなと。じゃあ今のノアにそれできますかっていうと、どうなんだろうなって思うんですよね。まあ、理由の一つはさっき言いました、そのプロモーターさんとの信頼関係が切れてしまったっていう話です。まあ、どちらも猪木さん、あるいは馬場さんの時代からね、こう繋がってきたものがあったのが、やっぱりあの別冊宝島の話が、まあ、言っていいのかどうか分かんないですけど、やっぱりそれでだいぶプロモーターさん離れてしまった不義理もあったでしょうしね。でまあ、プロモート活動っていうのは一生懸命、まあ、地元のラジオに出たりとか、本当に選手は一生懸命やってると思うんですけど、そのあたりがなかなかうまくいかなかったんじゃないかなというふうには思っています。まあ、加えてあとは選手の個性みたいなとこでしょうかね。まあ、ちょっとこの間興行で思ったのが、宮脇潤太選手が帰ってきましたと。メキシコ修行から帰ってきたと、こうなってですね、まあ、挑戦する、まあ、今回もカードにこう組まれています。とっても楽しみにしてます、天草に対しての挑戦表明。でもですね、例えばこれが新日本だと、いきなりキャラ変したりとかですね、その、まあ、ギミックも難しいと思うんですけど、本日メキシコから帰国しましたっていう出だしじゃねえだろうなとは思うんです。まあ、そのあたりのどう、今日のあなたはどうすべきだみたいな話が、まあ、もちろん本人がもうちょっと考えるべきなのか、周りに誰かいるのか分かんないですけど、まあ、その辺はもうちょっとあってもいいのかなというふうに思いました。まあ、そういう選手の個性のところ、そしてまあまあそれは興行と、まあまあね、コンテンツの話なんですけど、やっぱり今じゃあ収益をどうやって上げていくのってなったら、新日本と同じような V 字回復の作戦がやっぱりそういう意味で取れない、プロモートあるいはコンテンツ選手の個性、まあ、そのあたりの立ってるというだけではちょっと今のところ負けてるかなと。で多分今見てるのは、まあそこの比較ではなくって、やっぱ映像配信っていうところなんだろうと思います。それも国内のパイを奪い合うとかそういう次元ではなくって、多分本気でカンパニーをでかくしようとしてる。で最近あのいろんなね YouTuber さんとかこう見てて、ちょっとの再生回数が伸び始めると掛け算でこう爆発的にいくわけですよね。でそうすると再生の単価も変わってくる、視聴者がもうなんて言うんでしょう、足し算じゃなくて掛け算じゃなくて、べき乗でこう増えていく。で
これができるのが対海外戦略なんだろうと思います。日本のね、所詮こう視聴者数とかこう考えた時に決してべき上といっても数に限りがあります。だけどワールドワイドっていうふうに考えた時にやっぱ圧倒的にまだ見ぬマーケットがそこにあると思ったら、じゃあいかにそれを取りに行くかっていうことが将来を考えた時にとっても大事になってくるよなと。そうすると日本国内で最大手新日本とか、まあそういう次元ではなくって、やり方によっては某アメリカの団体に追いつけ追い越せっていうところに、やり方一つによっては一気にいけるチャンスがあるとすればこのネット配信なんだろうねっていうのが私の思うところです。だとしたときにワールドワイドに名前が通ってる、そういうキャラを使いたいというのがこのタイミングでしかも見れないカードってなると、武田信介、中村というのがここで上がってきてもおかしくはないだろうな。まあ、だから、GC がこう煽りを食ったという言い方ではないと思います。だけどまずこう見てもらうというところがまず今のね旬という意味でやっぱり優先されたかなっていうふうに思うんですよね。でそこに加えて次への何かん、これなんだみたいなところがあると、それが初めて見た海外のファンだとか、なんだもっとこれ自分の国の言葉で見たいとか、そういう風なのが一気にこう爆発的に起こり得るとしたら、まあ、そんな可能性を戦略の中で考えた上でのカードっていうのがこのムタ VS 新助中村だったんじゃないでしょうか。まあただあの記者会見でですね、拳王選手がさっきの動画でも言いましたけど、やっぱりこう詫びるところがありました。まあその姿にファンはむしろこうなんだよと思ったかもしれないけれども、あれはもうすでに始まってると、ある意味旧来からのファンも、いろんな人があのお辞儀謝罪に対して心動かされて、じゃあこっからどうなるの、どんな試合になるの、そしてこっからどうなるのっていうのをちょっと感じたんじゃないでしょうか。そういう意味ですでに拳王選手の試合、拳王選手のプロレスっていうのは始まってると思うのは考えすぎでしょうか。まあ、そういうね、単純に海外戦略っていう観点からで武道館を言ってしまうのも簡単なんですけど、本当にやり方一つによっていきなり爆発的に世界のてっぺんに行けるっていう可能性をこう考えた時に、今の旬、本当に今しか見れないカードをここに持ってきたっていうのはものすごい決断だったんじゃないかなと思いますが、皆さんどう思われるでしょうか。はい、ここまで、経営的側面から見た武道館興行というのをちょっとお話してきました。まあ、1本目が賛否両論で、2本目がこの経営的側面というので、あと1本ですね、本番までにそのカードの見どころ、まあ、せっかくなので楽しんでみようじゃないのと、カードの見どころを探ってみようじゃないのっていうのをお話しして、まあ、3本立てでちょっとやってみたいかなと思っております。また良ければ見てやってください。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。